ローリングストーンズ、ローリングストーンズの作品悪魔を哀れむ歌。悪魔を哀れむ歌は、イギリスのロックバンド、ローリングストーンズの楽曲で、1968年のアルバム、ベガーズ・バンケットのオープニングを飾る。発表当初は物議を醸したが、多くのミュージシャンによってカバーされ、ローリングストーン氏が2004年に選出した、ローリングストーンの選ぶオールタイム。 グレーテストソング5 0 2にて32位にランクインした。悪魔を哀れむ歌は、チャーリー・ワッツのリムショットとロッキー・ディジョーンのコンガ、そして、ビル・アイマンのマラカスが刻むサンバ調のリズムで始まる。当初は、フォークソング調の編曲を加える予定だったが、ギターのキース・リチャーズの意見が取り入れられ、パーカッションを用いたサンバのテンポへと変更された。 ボーカルのミック・ジャガーは、1995年のローリングストーニシーインタビューで、サンバは、原始、アフリカや、ラテンアメリカ、または、カンドンブレのリズムのような枠欄的なグルーブを持ち、強力な作品を作るには、もって恋の媒介になるため選択したと答えている。これらリズムに、呪術的なコーラスが加わり、曲全体の雰囲気を醸し出している。 この曲は、ミックとキース・リチャーズ共作とクレジットされているが、基本的に作詞、作曲はミック一人で行われており、キースは別のリズムでやってみたらどうかと提案したのだという。歌詞には、シャルル・ボードレールの作品が影響したという意見があったが、これを聞いたジャガーは否定し、仮にフランス文学からアイデアを得たとしてもそれは、ボブ・ディランの歌に影響を受けたのと。 同程度だと回答をしている。ただし、2002年のインタビューでキースは、当初のフォークアレンジは、ボブ・ディラン調だったとも話している。ニッキー・ホプキンスのピアノが入るのと同時に、ミックの歌唱が始まる。実際には、歌詞は1920年代に執筆された、ミハイル・ブルガー・コフの小説、巨匠とマルガリータとの著しい類似が散見され、 大きく影響を受けたと解釈されている。その典型的な部分が歌詞と小説の冒頭にある。Please allow me to introduce myself. どうぞ私に自己紹介をする許しをくださいませ。悪魔をあわれむ歌。Please excuse me.He said, speaking correctly, b u t with, a f o r e in g accent, for prosuming. To speak to you without an introduction 申し訳ありませんがと、彼は、正確な、しかし異国風のアクセントで言った。自己紹介もせずに出しゃばります。巨匠とマルガリータこのように一人称と三人称の違いはあれ、どちらも、とある男による、突然の話しかけを口火に始まる。しかし、悪魔をあれむ、歌の男は名乗らず、自分を、 財産化で趣味の良いものという。そして、世界の歴史の中でいかに自らが、多くの事柄に関与してきたのかを物語り始める。イエス・キリストの処刑を皮切りに、ロマノフ長一族を虐殺した1917年から1918年に、かけてのロシア革命へ、第二次世界大戦の死臭漂う電撃戦、各国の元首たちが神の名の下に100年間争いに、明け暮れた。 ヨーロッパの宗教戦争が続く。ジョニー F ・ケネディとロバート・ケネディの暗殺にも言及している。もともとは、ケネディ大統領暗殺事件のみを題材に選んでいたが、レコーディング中に、弟のロバート暗殺の方に触れ、歌詞に、兄弟両方の事件を示唆するよう、ケネディから、ケネディーズへと変更が加えられた。リーフで、男は、自分の名を当てるよう求める。 アルバムの日本語詞でこの部分は、もう気づいているだろう。という問いかけ風に訳される。そして、数々の企みを仕掛けてきた、という言葉を投げかける。途中から、うー、うーというコーラスが聞こえてくるが、このアイディアは、プロデューサーのジミー・ミラーの発案である。ミラーが、コントロールルームでこの曲に乗せて、数と、うー、うーと口ずさんでいたところ、 他のメンバーもこれに合わせてきたため、すぐにエンジニアにマイクをセットさせ録音したのだという。このコーラスには、ストーンズのメンバーとミラーの他に、ニッキー・ホップキンス、マリアンヌ・フェイス・フル、アニタ・パレンバーグ、スキポワティエ、エンジニアのグリーン・ジョンズも参加している。リズムギターがないだけに際立つギターソロは、キースの演奏による。この曲でキースは、ベースも担当している。 ドキュメント映像では、最初は、ビル・アイマンがベースを弾いていたが、途中からキースに変わった。この楽器担当の変化は、リハーサルを重ね試行錯誤を繰り返すうちに、ビルの演奏に満足しないキースがぶんどってしまった、もので、キースがレコーディングの主導権を完全に掌握した、ことを物語っている。なお、ブライアン・ジョーンズも録音に加わっているが、テイクはほとんど採用されていない。 ギターソロの後に続く歌詞は、激しい調子で物事には、表裏があることを叫ぶ。警官と犯罪者、罪人と聖人をそれぞれ並べたこの箇所は、新、ーと S を巧みに対比させた、ミックの試作能力が発揮された例の一つに挙げられる。そして男は、事故を悪魔ルシファーと呼ぶよう求め、悪魔らしい傲慢な警告を与える。If you meet me. バブサムコーテシー、バブサムシンパシー、アンドサムテイスト、ユーズオールユアウェル、ラーポロテス、オアイルレイユアソールズウェイスト。私の前では、低調さと、思いやりと、趣味の良さを示しなさい。しっかり身につけた礼儀正しさのすべてを発揮しなさい。さもなくば、私は、あなたの魂を滅ぼしてしまおう。悪魔を哀れむ歌繰り返される、リフの後、 一貫して流れるサンバのリズムとコーラスにミックの叫びとキースのギターが被りながらフェードアウトしつつ曲は終わる。作曲作業中この曲のタイトルはザ・デビル・イズ・マイ・ネームだった。2003年に出版された本アコーディング・ツーザ・ローリング・ストーンズでチャーリーが語ったところによると悪魔を哀れむ歌は作曲や録音においてバンドが 数々の試行錯誤を繰り返した曲のうちの一つであった。サセックスの自宅玄関でミックから聴かされた同曲をチャーリーは素晴らしいものと評したが、そこに様々な手法や工夫が加えられ、最終的には大きく印象が異なる曲に仕上がった。例えば、チャーリーのドラミングはリズムこそ異なるが、ケニー・クラークがチュニジアの夜で演奏した。 ラテンジャズの奏法を用いている。悪魔を哀れむ歌は1968年6月4日から翌日までロンドンのオリンピックスタジオで行われ、オーバーダビングは8日から10日までの3日間で施された。録音の様子を撮影した映像によると、キースは1957年製、ギブソンレスポールカスタム3ピックアップだけを使い、 ギターソロではその特性を十分に引き出している。映像には、多くのボックス a c 三十やシュプリームなど、多手のアンプが見られる。ニッキー・ホップキンスは、この曲での自身のピアノ演奏を非常に気に入っており、自分の生涯でのベスト5に入るプレートまで語っている。ローリング・ストーンズ・ゲスト・ミュージシャン・ギュスター・ブ・ドーレの、筆による、悪魔・ルシファー前述の通り、悪魔を哀れむ歌は、 小説、巨匠とマルガリータから着想を得ている。当時の恋人であったマリアンヌ・フェイス・フルが進め、ミックはこの小説を読んでいる。共通点は、冒頭の部分だけではなく、小説に登場する悪魔ボランドが、総督ピラトが、イエス・キリストを尋問する様を実際に見たかのように、語る部分も似通っている。しかし、両者では悪魔の役割が異なる。 ボランドは、スターリン時代のソビエト連邦とキリスト処刑時代の間で悪魔の一団を率いて、モスクワを舞台に様々な事件を引き起こす黒幕として暗躍する。それに対し、悪魔を哀れむ、歌の悪魔が事件にどの程度関わったのかは明瞭ではなく、多くの解釈がある。日本語訳詞では、悪魔が深く関与していることになっており、ニコライ2世を殺害し、 アナスタシアが虚しい懇願をした相手も、この悪魔とされている。また、悪魔が、総督ピラトに手を洗わせた行為が、手を洗うが、英語の寛容表現で、厄介ごとから離れることを意味する点から、イエスへの同情と罰を求める世論との間で、板挟みになった総督に、処刑の決断を促したと解釈し、悪魔の干渉が大きいという意見もある。一方で、悪魔は、 事件の脇役もしくはただの傍観者だとする解釈もある。ベガーズ・バンケット録音直前の1968年3月にミックはベトナム戦争反対デモに参加し、5月にはフランスで5月革命が起こった。悪魔を哀れむ歌はアナログ版 A 面1曲目に収録されているが、これは B 面1曲目の政治色が濃いストリートファイティングマンと対応なしており、 巨匠とマルガリータのテーマでもある人間の愚行と反体制的思想をそれぞれ現代的なポップミュージックに転換したという意見である。変革が行われるたびに繰り返される流血は人類自らが招くもので、曲は悪魔ルシファーが人間の心の闇に囁きかけ、起こった事件を眺めながら嘲笑し、面白がってかき回す様を描写することで風刺していると読み取っている。 ローリングストーン氏のインタビューで悪魔を哀れむ歌について語ったミックはこの登場人物は善悪を両方とも含んだ歴史の長さを象徴していると答え歌詞はその凄まじく長い奇跡の中の本の一部を表現したとのみ話しているミックは果たしてルシファーのゴンゲかそれともただのミュージシャンかが議論されたベガーズバンケット発売以前からローリングストーンズはすでに 夜をぶっ飛ばせのような性的な内容を全面に押し出し、神経を逆なでするような曲や、サタニズムを申し立てられる曲を発表していた。また、一つ前のアルバムは、直接的に悪魔を示す要素を含まないものの、サタニックマジェスティーズというタイトルが付けられている。そして発表された、悪魔を哀れむ歌は、物議を醸した。 シンパシーという単語が先頭を飾っていたことは、大衆にいろいろな噂話を喚起し、いくつかの宗教団体は、ローリングストーンズは悪魔崇拝者であり、若者たちを堕落させる影響を発しているという懸念を持った。しかし歌詞はあくまで人類が歴史に刻んだ残虐行為に焦点を置いている。サンバの調子について、ミックは白人にとって、 異文化の音楽にあたるアレンジが何かしら非常に不吉なものを感じさせる効果があると述べている。アメリカ合衆国の音楽雑誌、クリームでのインタビューでミックはたった一つの曲を引き合いに出して、人々がローリングストーンズを悪魔崇拝者だという批判にかなり戸惑ったと言った。ベガーズバンケットにはオカルト的な要素もあるが、 すべてを悪魔を連想させるもので彩っているわけではないとも反論した。そして、これらはヘビメタルバンド全体にも当てはまるようなアニな連想によるものだと言い切った。やがて曲をめぐる論評も混沌とし、キースはこの曲がルシファーに立てつくものだという意見もあることを引き合いに出して、これじゃまるで誰もがルシファーじゃないかとい立ちを隠さなかった。だが、 やがてこの論争は沈静化していった。それは、デガーズ・バンケットからカットされた最初のシングル、ストリート・ファイティング・マンガ、アメリカの人種暴動や1968年抗議を歌っているという議論が盛んになったためである。悪魔を哀れむ歌はライブでしばしば演奏され、ミックはステージで悪魔まがいの紛争までしていた。 長年の封印を経て公開されたテレビ番組、ロックンロールサーカスでも、ミックは胸に魔物のタトゥーを仕込み、同曲の演奏中に上半身裸になって、これを見せつけた。1969年12月6日、オルタモントスピードウェイで行われた、オルタモントフリーコンサートで観客のメレディスハンターが、当日会場の警備を担当していた。 ヘルズエンジェルスのメンバーに殺害される、いわゆる、オルタモントの悲劇が起こった。この事件の瞬間、悪魔を哀れむ歌が演奏されていたという誤解が、かなり広範囲に信じられているが、実際は、アンダーマイ・サムであった。この様子は、映画、ギミー・シェルターにおいても確認ができる。ローリングストーニ氏も当初この間違いを報じた。しかし、悪魔を哀れむ歌は、 ライブの早い段階で演奏され、観客同士の喧嘩を理由にした中断を挟んで、ライブが再開された後、ハンターが殺されるまでの間に、他の数曲が演奏されている。この事件にショックを受けた、ローリングストーンズは、バンドの悪魔的、反体制的なイメージを払拭する方向へ転換し、悪魔を哀れむ歌も演奏されなくなった。数年のブランクを経て、 1975年に悪魔を哀れむ歌はセットリストに復活し、1989年以降はライブでの定番となった。ライブ音源は、ゲットヤーやヤズアウト、ラブユーライブ、1990年2月の東京ドームライブ音源を収録したフラッシュポイント、ロックンロールサーカス、シャインアライトに収録されている。ベストアルバムでは、ホットロックス、 フォーティリックス GRRR に収められている。悪魔を哀れむ歌は、ジャン・リュック・ゴダール監督1968年制作映画のタイトルでもある。現代を、ワンプラスワンという、この映画は、1960年代末期アメリカのカウンターカルチャーを描き、また、同年6月4日から11日の間に行われた、ローリングストーンズの同曲スタジオ録音の様子を、 収録したドキュメンタリーを含んでいる。この撮影は、ゴダールの要望によるものだとミックは語り、悪魔を憐れむ歌も特に選んだわけではないと話した。ただし映画制作以前、ゴダールは、ローリングストーンズを知らなかった。1968年に、ジョン・レノンを、主人公にしたキリスト教映画を撮影しようと、打診したが断られ、 代わりに素材になるビートルズのようなバンドを探し、行き当たっただけである。映画のレコーディング風景を記録した部分は、悪魔を哀れむ歌がリハーサルを重ねて変化する様子を捉え、当初のアレンジと全く印象が異なる完成型を比較することができ、貴重な資料とみなされている。ただしこれには、決定的な変更が加えられる肝心なシーンを逃しているとの表もある。また、 ブライアン・ジョーンズがバンド内で孤立している記録月8日に脱退するに至る様を克明に収めている。悪魔を哀れむ歌は数多くのミュージシャンにカバーされた。ロキシー・ミュージックのブライアン・フェリーは1973年9月に発表したソロアルバム、おかなり我が恋の中で同曲をカバーしている。優れたものではジェーンズはディクション。 1987年、より暗鬱で複雑なものでは、ブラッドスウェットティアーズが、シンフォニー n y for t h と題した曲がある。他にも、サンディショーーティアマットラがカバーしている。ライブ音源では、ワイドスプレッドパニックが1987年の、ハロウィンライブで同曲を演奏し、アルバム、ジャッカスランタンに収録した例や、 ナタリー・マーチャンと1996年発売のライブ音源カバーがある。独自のアレンジを加えた例もある。謎の音楽グループ、レジデンツは、ザ・サード・ライヒン・ロールの最終曲に、二つのクオドリベット、形式でカバーした、悪魔は哀れむ歌を収録した。1989年、スロベニアのライバ・ハはリヒャルト・アグナーの公共曲から影響を受けつつ、 テクノポップ調に仕上げたシンパシー・フォー・ザ・デビルというコンパクト版を発表した。また、一部を借用したものでは、パール・ジャムの曲、ザ・ウォーター・ポアリング・ソングに含まれるインストゥルメンタルの悪魔を哀れむ歌やボンジョビがキープ・ザ・フェイスのライブでこの曲のピアノによるカバーをよく演奏する例がある。U2 のボノもルビー・チューズデーともどもこの曲をバッドに絡めて演奏する。 最も有名なパフォーマンスでは、魂の叫びに収められたロンドンでの、ライブエイドステージ演奏がある。アメリカのロックバンド、ガンズローゼズが、1994年にカバーした、悪魔を哀れむ歌は、シングルで発売され、ビルボードホット100の55位にランクインした。この曲は、アンライスの小説を原作とするニール・ジョーダンの、監督映画、 インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアの主題歌に使われ、またベストアルバム、グレーテスト・ヒッツのボーナストラックに収録された。その一方で、このカバー曲は、バンド内に角質を引き起こし、1996年に、ギタリストのスラッシュが脱退する演員ともなったことで、知られる。これは、アクセル・ローズの友人、ポール・トバヤアスが、スラッシュへの断りのしにギターフレーズを、 スラッシュのそれに被せて録音をしたためである。後に、スラッシュは、この事件は自分をバンドから追い出すために仕組まれた陰謀だと主張し、ガンズ・ローゼズの悪魔を哀れむ歌は、まさにバンドが空中分解する音だったと評した。アクセルは、ポロテスというフランス語の単語を知らなかったのか、ポリティックスと誤って歌っている。2000年代になっても、 悪魔を哀れむ歌はカバーされ続け、エレクトリック・ヘルファイア・クラブ、インキュバス・サッキュバスなどがある。インダストリアルメタルのスクリューは、デビューアルバム、バーニング・イン・ウォーター、ドローニング・イン・フレームに、大幅なアレンジを加えて収録している。オジー・オズボーンは2005年にボックスセット、プリンス・オブ・ダークネスと、カバーアルバム、アンダーカバーの両方でこの曲をカバーした。 2003年9月、アブコレコードからオリジナルの音源を使用したリミックスシングルが発売された。このリミックスはザ・ネプチューンズ、ファットボーイ・スリム、フル・ファットが手掛けた。2006年、ウルグアイではムルガのリズムに乗せてアルゼンチンのディエゴ・カピューソットがスケッチコメディー、ピーター・カピューソット、ワイスース・ビデオズでこの曲をカバーしている。2008年には ワンダーリングガウチョスオブセネガルが、オーストラリアにおける、セネガル難民を支援するために、リリースされた、デビューアルバム、ケパサー、ディアブロでこの曲をコピーした。この他にも、インドネシアや、マレーシア南アフリカオーストラリアなど、世界中のミュージシャンによってカバーされている。2012年、リッキー・リー・ジョーンズが、アルバム、ザ you know ・デビル・ユーノーにおいてカバー。2015年、 モーターヘッドがアルバムバッドマジックでカバーした。放題悪魔を憐れむ歌の訳けには否定的意見もある。当時洋楽の日本語タイトルは兄につけられるケースが多く、レコード会社の担当や親しいファンクラブの人間などが思いつきで決める場合もあった。本曲もその例に当たると思われている。ヨモダイは悪魔と鶴も松本明美は 悪魔に賛同する歌の方がまだ本来の五感を捉えていると違和感を唱えた。ありがとうございます。